自分と向き合うことで課題解決のきっかけをつかみ始めた三振奏者。ばあちゃんに一番聞かせたいかも。三振をくれたばあちゃんなんで感動させたいですね。その成果を試す舞台、それは故郷石垣島。三振というのは みんなが集まってこう盛り上げてくれる。三振奏者リボカズヤ、ニューヨークでのリベンジを果たすためにマールボロゴールドと共に新たなステージへと突き進む。島に帰って始めたのは次元を超えた表現を形にする作業。亡き父の手伝いをしていたサトウキビ畑を歩く。見慣れたはずの風景を隅々まで見ることで掴みかけた表現を固めるつもりだ。那覇で活動を始めてから地元の祭りにはギボカズヤのステージが用意されるようになった。果たしてうまく表現をすることができるのか。三振の面白さを教えてくれた人に伝えたい、感動させたいですね。あの世の魂を迎え入れる儀式が始まった。玄関で煙を焚き上げ、先祖を家の中に招き入れる。ギボカズヤにとって一年に一度大切なあの人と再会できる時。今日から3日間ちゃんとおもてなしするから、ゆっくりしてってな、お父さん。小学校5年の時に他界した父のぼるさん。多感な思春期も、三振奏者として生きていくと決めた時も、こうしてあの世の父と語り合ってきた。その時ギボカズヤの成長を見続けてきた祖母ハルさんが語り始めた。沖縄のね、この信仰というのは由来があるんですよね。あの世の魂が喜びを示す時、灰が崩れ落ちずまっすぐに天へ昇るという沖縄の言い伝え。しかしこの日、灰は全て崩れ落ちてしまった。お前にはまだ足りないところがあると言われているようだ。今歌にさ、ちょっとこう歌へのこう熱い思いがちょっと弱い。あ、歌のことは分からないんだけど、うん、味がないよって言ったことがあるね。そしたらあんたは、味ってどうやって出すのって言うから、あの世の人にも歌う歌みたいなものってかっこいいさ。メンタル面で強いものがないと10年も20年もやっていけないと思うし。26歳になり初めて人生の壁にぶつかった息子に母が語り出したこと。覚えてるあんた。だってもうお父さんが亡くなった年でさえ、もう今年さ、もう我慢しなさいよ、お父さん亡くなった年だから、もうええさ、行かないでお家で留守番しようねって、あんた言う、また言うことがさ、お父さんは人一倍あのええさとか大好きだったから、お家にいて、うちにこもっててもお父さん喜ばないよ。亡くなった父への思いが素直に出た行動だった。お母さんがね、なんかもう思い出して泣いたら、こんなメソメソしてたらお父さんいつまでも成仏できないよってね、ほんとそうだねって言わん、あんたに気づかされたさ。あんたの前では泣かないでおこうと思ったよ。その時の行動が絶望と悲しみを救った事実、母が初めて語ってくれた。お母さんが思うにはよくやってるよ、頑張ってる。自慢の息子だよあんたは。母が伝えたこと、それは生きる希望を与えてくれたあの時への感謝。見せたいものがあると祖母春さんが自宅へいざなう。部屋の奥から出してきたのは三振。プロの三振奏者になると決意した時、借りたこの三振を夜通し弾いて技術を磨いた。三振というのは みんなが集まってこう盛り上げてくれるという、それが嬉しいんです。喜びを伝えてあげてね、喜びも悲しみも全てかき混ぜる音色で人々を幸せにしてほしい、それが願いだ。プロジェクトイグナイトに参加し、さまざまな体験を繰り返すことで感じた挫折、その全てを受け止め再開した自分のルーツ。明日のステージで彼の進化が問われる。もう今
扱ってるのはもう男性的な感じ、これもしかしたら女の人の雰囲気に近いですかね。新曲を